まあ、実際の本編のあるショーを切り取ったものをストーリー体験版として出しているのと、もう一個カムロ町のアドベンチャー体験で、今私がこれ選択しているところなんですけど、カムロ町っていう、まあ、シリーズ歴代やってきた歓楽街の中で実際どんな遊びがあるのかっていうのをフリーのアドベンチャーで楽しんでいただくっていう体験版の2種類用意してるんですよ、はい、で今回今日は、カムロ町でそれをお伝えできればと思ってますんで、今からカムロ町の世界に一緒に行きましょう。はい、楽しみですね。お願いします。ああさあ、ではもうカムロ町といえば皆さんご存知のという感じですからね。はい、はい、おなじみのあの町が龍が如く6ではどのような感じになっているんでしょうか。さあ、お、はいはいはい、なかなか出ませんね。はい、はい、まあ、ちょっとね、生ライブですので、はい、こういうこともあるかと思いますが、これあれですよね、体験コーナーではどちらか選べる。あ、出ました、よかった。はい、今日はカムロ町ということで、柄になくちょっとドキドキしました。はい、これ今見ていただいているのは、あのカムロ町のですね、はい、これあるかな、いけるかな、あ、ちょっと見えないですね。まあ、いわゆる一番天下一通りっていう、はい、まあ、通りがあるんですけど、まあ、いわゆる一番有名な、皆さんがよく知ってるであろう通りからこの体験版はスタートします。はい、まず今回ですね、地味な話なんですけど、うん、はい、私これ今レバー全開で押してるんですけど、はい、実は走らないんですよ。え、うん、今まで龍が如くって、はい、まずプレイヤーを動かすと皆さん走ってたと思うんですけど、うん、いや、そうですよね、今回まずですね、こんだけ臨場感のある街並みを、まあ、一から再構築して作り変えたので、はい、プレイステーション4スペックで、なのでまず歩くっていうのを結構前提にしたアドベンチャーの遊びを作っています。なるほど。もちろんですね、バツ、うん、ボタンを押すことでこうやってダッシュ、今まで通り走ることもできるので、はい、まあ、走って移動したい方はこうやってうんうん、うん、いつも通り、これまで通り押しながら走っていただければ大丈夫、はい、いろんな人にぶつかれるわけですね。ぶつかります。はい、プラスですね、うん、今回、まあ、これもプレイステーションの、はい、まあ、新しく我々が作ったドラゴンエンジンというのがもたらしたものなんですけど、はい、うん、今回ですね、主観視点で歩くこともできると。はい、まあ、主観視点というのはいわゆる桐生と同じ目線で、桐生、うん、と同じように今これ歩いてます。実際に桐生を操作して、お、ちゃんと、はい、この目線というか顔の角度みたいなものも、そうなんですよ、顔の角度はスティックを倒しながらいじっていってみたいな感じなんですけど、こう四方八方を見渡すこともできます。さっき一瞬走りました。走るとやっぱり、はい、走れます。操作は全く普通の状態と同じなんで、おお、ちょっとヤバい人たちが歩いてますね。お、これはこの頭の上にマークのついた人間たちは常に桐生に対して敵対心を持ってるであろう、まあ、いわゆるエネミーと言われる敵なんですけど、はい、はい、こんな敵に見つかってしまうと当然喧嘩を吹っかけられてしまうと。うん、ちょっと試しにやってみましょうか。そうですね、ちょっとすいませんっていう感じでこっち、ああ、はい、まあ、まず今回一番これまでとシリーズと違うのは、バトルに入るときにアドベンチャーシーンから切り替えが全くないっていう、これがあのシームレスな、はい、バトルということですね。そうなんですよ。で、街の状況もあのローディングとかを挟まないで行いますので、はい、例えば、直前に桐生が走りながら看板とかを倒していたら、はい、倒したままの状態でバトルがスタートするわけですね。あ、戻らないんですね。はい、だから、はい、あのバトルのアクションシーンに入ったから何かがリセットされるってことはなくて、はい、桐生が常に起こしたことが連続して動いていくと。なるほど、もうよりリアルな世界観になるわけですね。はい、あ、倒しました。倒したからといって、うん、特別な暗転があるわけでもなく、はい、このように街が進んでいくと、いうのがまず1点、いろいろ我々の、やったシームレスというものがこれになります。はい、まあ、バトルのアクションもいろいろ一から差し替えたので、今ご覧になっただけで分かっていただけるかちょっとあれなんですけど、うん、はい、もう一回言いますね。じゃあ彼ら、あ、すいません、あ、絡んできた。あ、絡まれました。今までだと店内とかに逃げると、まあ、はい、あ、ちゃんと追いかけてきちゃうんですね、こう。あ、
逃げら、あ、おい、あ、逃げてください皆さんっていう感じ。なるほど、すごい、みんなの避難を、はい、いやあ、あ、でもまあしょうがないですね。これ大丈夫ですか。こう悪い人をやっつけるにはちょっとまあ手段は選んでらんないんで、あ、ちょっとお店の中をこう、あ、あ、これも店員さんが、あ、あ、一応店員さんもですね、はい、そこにしゃがんで隠れてるんですよ、ちゃんと。ほら、本当だ、あ、すいません。っていう、まあ要するにですね、今までと、今までは、バトルアクションが起こったら道とか路上とか広いところを中心にそのバトルアクションを行うしかなかったんですけれど、はい、今回は場所を選ばずというか、敵もどんどんいろんな場所に追いかけてきますので。なるほど、はい、例えばこういう店内なんかでのバトルも時々としては起こり得ると。赤井さん、コンビニめちゃくちゃになっちゃいましたよねえ。迷惑ですね。なるほど、ね、今も怒られましたよ。怒られましたね。やっぱ怒られたっていうことで、はい、今までバトル始まってたらコンビニとかは入れなかったですもんね。そうです。で、なるべくそういうゲーム的ないわゆる縛りというか、はい、まあしょうがない部分もたくさんあったんですけど、はい、そのしょうがない部分にいちいちアプローチをしてちゃんと作り変えたのが龍が如く6の、まあ、いわゆるゲームの最大の特徴になってくると、はい、開発チームの皆さんのこだわりが見えますね。まあ、まあ、でもおそらくこういうのがコンシューマーゲームというか家庭用のプレイステーション4でやるって言った時に皆さんが期待する次世代な感じだと思うんで、そういうのはきちんとやろうということで、まあ、今回正しく作りましたと。なるほど。じゃあちょっとですね、はい、せっかく練習してた赤井さんもいますので、はい、ちょっと赤井さんにもバトルをやってもらったりしようかなと。緊張する。ありがとうございます。ぜひ腕前を見せていただきましょう。じゃあ適当に街の中を走り回って、はい、遊んでもらって。おお。あれ、あ、何これ。これはですね、はい、なんでしょうね、今のね、あのお掃除ロボじゃないんですか。そうっぽいんですけど。待ってくれ。何、何でしょうね。これですね、非常にちょっとあれなんですけど、はい、サブストーリーでお掃除ロボットを探してる男の子との、これサブストーリーなんですけど、はい、ちょっとやるとですね、もうこのイベントが終わってしまうんで、はい、これエンディングまで見るとですね、ちょっと赤井さんごめんね、はい、ちょっとこれこっちに行きましょうか、はいはいはい、じゃあちょっとこれはもう皆さんもぜひ購入してからのお楽しみですね、はい、びっくりした。あ、一応あのプレイしていただきたい方はあの、あ、そうですね、ブースの方でもやっていただける、はい、コーナーにもぜひお立ち寄りください、はい、さあチンピラがいないかな。もうチンピラね、チンピラ、チンピラ、チンピラ探しに、チンピラ探し、チンピラ探しの旅っていうのもどうかと思うけど、チンピラいないかな、うん、まあ、でもね、こうバトルもこの龍が如く6の醍醐味ですから、あんまりいません。あ、いましたね。あ、チンピラいました。ほら来ました、ドロップキック。ドロップキック、はい、私のドロップキックより綺麗ですよ。赤井さんは現役のプロレスラーなので、はいはい、でこのドロップキックが自分のより綺麗なんでしょ、はい、そう嫉妬します。嫉妬するぐらい美しいドロップキックだそうです、うん、武器を使って、はい、今までこれまで龍が如くシリーズのバトルっていうのは、はい、やっぱ街の中で喧嘩するっていうのがコンセプトであったので、いろんな街のこういう自転車とか、はい、カラーコーンとかいろんな街に置いてあるものを武器代わりにして戦うことができるっていうのを、まあ、結構入れてきたんですけど、はい、それは今作でももちろん踏襲されてると。はい、うん、気持ちいい。バトル終わりました、うん、見事蹴散らしましたね。どうですか、はい、やってみて。いや、すごい気持ちいいのと、うん、やっぱりフォームとかがすごい美しいですね。参考になりますか。なりましたね。こういう試合をしたいです私も。はい、はい、ちょっと他にも変わった仕掛けがあって、桐生一馬48歳スマホデビューっていう、あ、まあ、先ほども紹介あったかもしれないですけど、はい、そうですね、ありました、はい、実は今回、まあ、システム的な言い方をすると、うん、今までポーズメニューって言ってたものは全部スマホで管理することになります。なるほど、はい、でそれ以外にもスマホの遊び方ってたくさんあって、はい、まあ、例えばこうやって写真を撮る、あ、自撮りもできる。自撮り、はい、出ましたね、うん、自撮り、まあ、ここで撮る必要があるのかっていうのもあるんですけど、はいはい、
バシャッと書いて、はい、でフィルターなんかも変えられてですね、あ、え、すごい、これ全部ソニーのエクスペリアの機能をそのまま今回コラボレーションしてるんですけど、タイアップして本当にスマホの機能がをそのまま使えると、使えるんですね、うん、すちょっとですね、うん、あれですけどスマホはこう撮ろうと思ってずっとシャッターチャンスを狙って歩くこともできるんですよ、あ、うん、なるほど、でこう向けていくとですね、うんうん、ちょっと危ない人ですからね、これはちょっとね、これはちょっと今そうですけどちょっとスマホをかざして歩く、こう何スマホ見てんのよみたいな、こう顔を背ける人とか、なんか不審がらしいマシン、はい、実はいろんなリアクションを撮ってくれて、はい、うん、一緒にピースサインして写真撮ってくれる女の子もいたりとか、そういうのを探してみてほしい、で今これちょうどスマホに何か通知が来たとこなんですけど、あ、本当ですね、こう開くと今この4ってなんかなってますけど、はい、SNS もやってるんですか、桐生君。そう、 SNS を実はやってくれって頼まれるイベントがあるんですけど、そうなんですね、はい、でこの SNS は一体何かっていうと、うん、はい、この街で起こってるトラブルとか危ないなんていう状況になってるようなものが、はい、まあいろんな街の住人からちくりで入ってくるんですよ、あ、もう助けを求める声が、だから SOS 掲示板みたいな感じで、なるほど、はい、ちょっと見てみますね、はい、こんな感じで見ていけると、あ、なんか中道通り裏で男女のペアを狙ってる、はい、買ってる奴らがいるって、はい、と女の子どっかに連れて行かれたら全く胸くそ悪いぜと、これはもう、はい、こういう投稿がされてから時間が経っちゃってて、もうすでに女の子が連れてかれちゃってるっていう、あ、そういうことなんですか、はい、例えば、はい、このミレニアムタワー前でしつこく女の子に絡んでる、これに対して桐生がですね今返事を投稿したんですよ、はい、行くぞ待ってろみたいな、あ、そうなんですか、はい、ここでですね、はい、おっとっと、俺が何とかしようっていうこの桐生がいると思うんですけど、こうやってですね、はい、桐生が自ら返信をすると、うん、現場に行くとですね、うん、その人たちがいることもあると、じゃあ、まあちょくちょくチェックしないとダメってことですね、まあ時間的にどんどん消化されていってしまうので、はい、トラブルは、うん、こうやって現場に急行していってまず解決していかないと、はい、いろんな人が不幸になってしまうと、あ、いましたね、ナンパ師を倒せる、本当だ、何をやってんだ、ちょっととりあえず倒しちゃいます、はい、あ、すごい武器も持ってるし体も大きいですけど、あ、さあ、あ、倒しました、はい、見事倒せました、気をつけろよ、ありがとうございました、まあ、だけなんですけどこうやって街のトラブルをいっぱい解決していくと、はい、いろんな人に感謝されていいこともありますよって、うん、そうですね、はい、っていうのが SNS 機能になってます、これを総合してトラブルミッションっていう言い方をして、はい、遊びに入れてると、はい、こういう形でですね、スマホを使う、うん、まあそれ以外にもお店で何か食べるとか、はい、いろんな行動が全部つながって、桐生、うん、自体を強くしたり街の状況を一変させるような遊び、なんか一つのことが一つで完結しないというかですね、うんうんうん、例えば写真を撮ってもその写真がきっかけで何か出来事が起こったりとか、今までのなんかシステムって全部分かれていたんですけど、はい、そのいわゆる区分けがなくなって、うん、全部がつながった総合的な街遊びができるようになりました、なるほど、そういった面でももうシームレスというかリンクしている感じなんですね、すいません、これあと何分ぐらいやっていいんですかね、さあこちらはですね、もうほとんどお時間が残りないようなんですが、すいません、赤井さん打ち合わせしてたやつと半分もできなかったねどうしましょう、残り7分残り何分でしょうかね、はい、逃げろ、あと5分ぐらいやっちゃいましょうか、そうですね、あと5分ぐらい、じゃあ赤井さん、せっかくだから鍛えようか、はい、ちょっとだけ、どこ行きます、ライズアップ、ライズアップうちのパパがお世話になったライズアップじゃないですか、はい、はい、左、左、ちょっと残り5分で、はい、はい、頑張っていただきたいと思います、これ今、はい、だんだんだんと落としてますけど、これ実は絡まれてる最中なんですね、で逃げてると、これで、これこっちこっちこっち、左、いや、あらららら、危ない危ない、絡まれる、はい、どこやどこやどこや、うわめっちゃ追っかけられてる、さあ、あ、でも、あ、絡まれました、光
かかっちゃった。もう倒してください。もう最後倒しましょう。さあ倒していただいて、さあライザップまでたどり着けるのか。ダイエットしなあかんねこっちは。ですね、バトルの操作に関しては、はい、今まで龍が如くっていわゆる四角連打とかガチャプレイって言われる、はい、ババババってボタンを連打してうまく遊べるっていうのを、まあ、結構コンセプトにしてきたんですけど、それは当然あるんです。だから赤井さんでも今こうガンガンガンプレイできてるんですけど、さらに上級者の人向けにたくさんいろんな技の出し方とか、この角度でパンチを出すと違う技が出るとかたくさん用意しているので、もう初級者から上級者まで、はい、ね、今回は一概に同じモーションっていうのを出さないようになってるので、モーションっていうのは同じパンチが出ないとか、はい、ただパンチの出方も角度とか距離によって敵との変わっていくっていうシステムを取ってるんで、バトルとかももう全然人によってプレイスタイルが違うというか、同じ気流なんですけどすごい変えられる、素早かったり、うん、パワープレイだったりっていうのを選択してやっていける幅が出たと。なるほど、楽しみですね。あ、まあ、ちょっと今ライザップ、ライザップ来ましたよ、はい、今回新しいプレイスポットで、はい、これライザップって言ってますけどスポーツジムというものを入れてて、スポーツジムで鍛えるとより強くなれるか、はい、なるほど、いうのが入ってるんですけど、はい、まあ、ちょっとだけどんなゲームかっていうのを今見ていただいて、はい、多分それで時間切れだと思います。はい、わかりました。え、何しよう、どこ鍛えよう。スクワットじゃない、スクワット、こいつを頼む、大事ですからね、スクワットは。はい、それでは開始です。おお、このように、はい、上から落ちてくる、はい、その調子です。アイコンに従ってタイミングよく丸を押すとちゃんと気流がスクワットする、うん、素晴らしい、よっしゃっていう、まあまあ地味なゲームなんですけど、こういう地味なことの積み重ねで人間ってのは強くなる、はい、んですよ。はい、でプラスですね、今回ライザップさんとこれまたタイアップしてやったわけなんですけど、はい、なんでこれをやったかというとですね、実はこれ鍛えた後にトレーナーの方から食事メニューを提示されるんですよ。お、今日は低タンパクの高カロリーなものを食べましょうとか、なんかそういう指示を受けて、はい、それ通りに街中で飯を食べると気流が1ランク限界を上げていくっていう、要するにレベルアップ、気流自身がより強くなるためのものとしてこのジムが存在している。しかも食べるっていう動作も加わって、また街での遊びを総合的に演出してくれているのがこのライザップになると。今までご飯食べるって体力回復だったんですよ。はい、そうですね、そうじゃなくてレベルアップのためにご飯を食べるっていう、なるほど、実際ライザップさんがやってるようなことを実際気流にもやってもらって、まあ、限界にコミットしてみようかなって思ってやりました。食事をレベルアップのためのものとして、はい、ということになるんですね。ちょっと今回食事まではたどり着けませんでしたけど、はい、あ、残念でしたね、はい、S だね、地味に、すごい、すごい、やったすごい S、 さすが海さんやりましたね、いい感じのトレーニングでした、はい、まあ、こうやってトレーニング終わると評価が出て、うん、まあ、こういう食事アドバイスが来るんです。牛皿を食べてきてください。だから牛皿っていうメニューがある店を探して食べればいいんでしょうね、はい、あそこにありますね、ことなんでなるほど、はい、この先見たい方、はい、ぜひプレイで見ていただければ、そうですね、はい、もういろんな楽しい演出が、はい。